ただいまご紹介いただきましたライフサイエンス統合データベースセンターというところから来ました中里です。夏にちょっと風邪をひきまして、それ以来鼻声が続いてて、普段から聞き取りづらい声がなお聞き取りづらいんですけど、ご容赦ください。それで皆様のお手元に私のこのスライドが印刷された資料がいっていると思います。今ここで出ている表紙が左上に載っている、A4 の閉じたものがあると思います。それからですね、一応オンライン上にさっき の斧もこれを使ってたと思うんですけど、ここから辿っていくと、お見せした方がいいかな。本日の資料がこれですね。ここから下の方に行きますと、講習資料はこちらのサイトをご覧くださいとなりまして、でそうするとこれが出まして、で私がこの03中里っていうところに行くと、基本的にはスライドに書いてあることがそのままベタ書きしてあるだけなんですけど、どちらか見ながらというか、でお配りしているスライドの PDF 版もここに置いてますので、後で例えば誰か他の人に情報共有したいという時はご活用ください。であと僕らいつもこうやってアジャックスと称してですね、講習会あちこち行くんですけど、さっき小野はこの話したのかな、別にツイッターとかでいろいろつぶやいてくださっても構わないです。ここが分かりませんとかいうのも全部つぶやくとですね、私がこうやって喋ってる後ろで私の同僚がこのハッシュタグのアジャックスっていうのを見張っててですね、アジャックスっていうハッシュタグ付きでつぶやく と私が喋りながら裏でバックアップ体制が整えられてますので、これはこういうことですとかいう場合が、割と答えてくれるんじゃないかなと思います。はい、一応最初にちょっと自己紹介だけ、しますと、私はこの午前中にも話あったと思うんですけど、ライフサイエンス統合データベースセンターというところにいます。で、もしかして午後から来た方もいらっしゃると思うかもしれない思うので、一応、背景だけ言いますと、今日の講習会自体はこっちの JST のこっちですね、 JST の方の NVDAC バイオサイエンスデータベースセンターの方で、取り仕切っている格好になっています。で私がいるのはこの別の組織の情報システム研究機構というところがありまして、例えばですね、バイオの分野でいうと国立遺伝学研究所って、この後、遺伝子のシーケンスを集めるとか NGS のデータを集めるって話があるんですけど、それはここの遺伝系の中の DDBJ という組織がやってます。であとは、ここは病院などでちょっと違うかもしれないんですけど、大学とかだ とインターネットの上流がサイネットって言うんですけど、そのサイネットの元締めが国立情報学研究所です。であとは南極探検に行く極地研とか、あとは、統計数理研究所、こういうところとまとめて情報システム研究機構っていう下に、私たちは属してまして、もともとその僕らのミッションが、この後ちょっと話しますが、これですね、2000年ぐらいに懐かしのミレニアムプロジェクトっていう名前でですね、ゲノムいろいろ読んだりとか、文科省とかがこう結構億単位でお金をいろいろつけたんですけど、この業界、どこもそうだと思うんですけど、大体プロジェクトって3年3セットとかですね、5年2セットぐらいで終わりまして、そうすると2010年ぐらいに予算が尽きるわけですね。でそうするともう2018年ですから、2010年に買った機械がだんだん壊れていって、そこに入っているデータベースが、パソコンとかが壊れるとともに、せっかく億単位と、億単位はちょっと言い過ぎですけど、何百万とかで作ったデータがパソコンの故障とともにそのまま、お釈迦になってしまうということで、これはちょっと問題だろうっていうので、2007年ぐらいかな、に私たちのセンターできたんですけど、そういう、消えゆくデータを、僕ら永代供養って呼んでるんですけど、収めるべきところに収めて、いつでも拝めるようにするみたいな、いうことで、センターができまして、もともと最初文科省のプロジェクトになっていて、
で、その後 JST の、バイオインフォの予算と、まあ、くっついて今は、ライフサイエンスデータベース統合推進事業っていうので、こっちが、まあ僕らは、まあ、ホールディングスみたいな感じですね。で実際に業務をするのが僕らで、まあ、なんとか銀行を僕らが担ってるみたいな、まあ、区別になってます。で、ちょっと繰り返しになりますけど今日の、講習会はこっちのホールディングス主催でございまして、で私はまあ実際にあるので銀行の者が来て喋ってるみたいな、ノリになってます。それでこの後またちょっと出るんですけど、例えば遺伝子配列とか実験のデータっていうのは公共データベースと呼ばれるんですけど、もう世の中でもこの3つが大体、大きなセンターとして集めてます。アメリカの、NCBI っていうところと、まあ、NIH の下の組織ですね。であと、ヨーロッパのエンブリ EBI っていうところと、あと日本の遺伝研の DDBJ っていうところで集めてます。で私が言うのはこの DBCLS なんですけど、この DDBJ と DBCLS は情報システム研究機構として同じ組織で、まあ、ここは一緒にコラボをして DDBJ が集めたデータを僕らが再活用するというような流れになっております。で、まあ、なんか今日データベースの話をするのですが、別に私ずっとデータベースをやってたわけではなくて、大学時代は魚のイオントランスポーターのクローニングっていうのをやってました。もともと私の先生が血圧調節に興味があったのですが、まあ、部屋が分子生物学の部屋だったので、まあ血圧調節をイオン、分子生物学っぽく手法でいうと、まあ、例えば水分調節とかイオン濃度調節になりまして、まあ、普通はマウスとかで見たいんですけど、まあ、皆さんご想像のように、例えばマウスを高血圧にしようと思ったらしょっぱい食事を食べさすんですけど、そうすると人間もねしょっぱいの嫌ですから、マウスも嫌なんですよ。なので、まあ、食べないとか、あとまあホメオスタシスがよく効いてるので変化が見えにくいので、まあ、その辺は見やすくというか、見えやすい、まあ、モデル生物としてウナギを使いました。でウナギっていうのはサケとかマスと一緒で淡水と海水両方いける魚なんですね。ただそのサケとかマスと逆で、サケとかマスは川で卵を産みますけど、ウナギっていうのは海の方で卵を産んで、大人になると川に戻ってくるみたいな、いうふうになってるんですけど、じゃあなんでサケとかマスを使わないかっていうと、まずシーズンものだっていうことと、飼育が難しいっていうことで、まあ、当時はまだウナギが1匹1000円ぐらいでウナギ屋さんから買えてたので、ウナギを使ってたのですが、最近はウナギも絶滅危惧種になりまして、私のいたラボは今はフグを使ってるそうです。でフグもやっぱり淡水海水療法行き来するという意味は言うよりは、ドボッとその移しても大丈夫という意味で、なんだかなメフグだったかな、なんかそういう感じのフグがあって、そのフグを使っているそうです。で、まあ、私がちょっと私がやってたのはですね、硫酸トランスポーターっていうのをやったんですけど、まあ、この辺は全然データベースと関係ないのですが、組織極材とか見ると、まあ、こっちがコントロールですね。でそれに対して、膵臓とか腸にたくさん発現があるぞとか、ちょっとこれデータ汚いんですけど、フレッシュウォーター淡水からシーウォーター海水に移すと、0日6時間1日2日なのかで、まあ、上と下と比べると1日2日でドバッと発現が上がってますねって言って、で、まあ、こっちが腸内で左が口の方で、右がお尻の方ですけど、こう流れていくと、まあ、私がクローニングしたのここで、硫酸トランスポーターの仲間と言いながら実は重炭酸イオンという HCO3- を、腸の中に出すんですけど、そうすると海水の中ってカルシウムマグネシウム多いんで、くっついてこう僕らはケーキって呼んでたんですけど、なんか沈殿物ができて、そうすると水っぽくなるから水を吸収できますねっていうのを、マスター2年の2月に考案しまして、考案というかなんか考えつきまして、で後輩に俺は卒業するからよろしくと丸投げして卒業したというちょっと悪い先輩なんですけど、そしたら私の孫弟子が一応このデータを仕上げてくれて、個人的には良かったなと思ってます。
というような、まあ、背景なんですけど、で、まあ、これは学生時代の仕事でして、今は、DDBJ が集めた公共 NGS データの検索サイトを、まあ、こういうのを、作っているというようなお仕事をしています。で、まあ、自己紹介の前にちょっとあのセンターの話をしましたけど、まあ、結局僕らはですね、このツールとかデータのリサイクル事業をやってまして、で、まあ、あの今日もここで、まあ、喋っているということになっています。で、わざわざ自己紹介をしたのは、今日はデータベースの話なんですけど、まあ、昔私も実験してたのに今はこうやってあの皆さんに喋るような立場になってますが、まあ、昔その実験してた人でもあのなんだろう、モチベーションさえあれば解析もできますので、ぜひこうトライしていただけたらなということで、ちょっと詳しめに自己紹介をさせていただきました。で、まあ、本題なんですけど、今日はですね、あの NGS 次世代シーケンサーっていうのの話をします。で、まあ、NGS 何ですかって、まあ、次世代シーケンサー、まあ、略して NGS って言いますけど、まあ、例えば次世代シーケンサーとか新型シーケンサーっていうのの略です。で、英語の方でもニュージェネレーションシーケンシングとかネクストジェネレーションシーケンシングとかいうので、まあ、この NGS を取って、頭で取って NGS っていうふうに、まあ、読んでます。で、まあ、あのこの後ちょっと出てくるんですけど、いろんな機器があって、で栄枯盛衰ありまして、だいぶこう使われなくなった機械も多々あります。最近も合併の話が、合併の、 あの会社の合併とかの話があったんですけど、そうするとですね、あの私もこういう仕事で論文書いて出すと、もうニューじゃないだろうとかネクストじゃないだろう、ネクストジェネレーションじゃないだろうっていうような、ご指摘が来るのですが、私昆虫採集趣味なんですけど、新しい昆虫採集案内っていうのが、私が生まれた頃ぐらいにあの本が出まして、で、これより新しい昆虫採集案内ってないんですね。だからこれが最新版の新しい昆虫採集案内なんです。でも出たのは昭和52年ぐらいなんです。で、もうちょっと身近な例で言うと、あの新大阪っていう駅がありまして、あの1960年に新幹線の開業とともにできたんですけど、まあ、この建物がこの建物ですね。今も新大阪って言うんですよ。で、新大阪より新しい新大阪、大阪ってないから、例えば第二新大阪とか新大阪ってないんですよ。なので、いつまでもニュージェネレーションとか、まあ、ネクストジェネレーションなのですけど、まあ、とりあえずこの NGS っていう言葉が、あの略語の方がですね、あまりに有名になってしまったので、まあ、NGS っていう言葉がそのまま使われているという感じになってます。で、っていう説明を私が論文を書いた時に、あの、まあ、なんかしたのですよ。エディターとかリフェリーの方に。そしたらなんか納得していただけなかったので、マッシブリーパラレル DNA シーケンシングとかだったら、とか、あとハイスループド DNA シーケンシングだったら許してやろうって言われたんですけど、そんなね、マッシブリーパラレルもハイスループッドもニューとネクストと何が違うんだって、さらにハイスループットとかマッシブリ、さらにマッシブリになったらどうなるんだって思ったんですけど、まあ、納得してくれたのでそのままあの通していただきました。で、まあ、マッシブリパラ、まあ、まあ、こっちか、ハイスループット DNA シーケンシング、またの名をニュージェネレーションシーケンシング括弧 NGS っていうふうに、まあ、ごまかしたら、まあ、ごまかしたじゃないな、まあ、書いたらばそのエディタレフリーの方が通してくれたので、まあ、自分はそういうような表現をしてます。で、なんかだんだん話がずれてたもともとなんですけど、何が次世代かっていうと、先ほど申しましたように、私学生時代はあの遺伝子クローニングやってたんですけど、その時はあのゲル板ですね、この電気移動式っていうので76センチぐらいのガラス板がこう2枚挟んであって、まあ、中にゲルが挟まってて、で2000ボルトぐらい電圧かけると、まあ、まあ、大出落ち指標っていうのでね、あの途中でまあ、PCR して反応を止めてこうだーっと流すと、こういうラダーが出て、こっちがまあ先に読まれているので、まあ、例えば TACGG っていうふうにまあこう読んでいくわけですね。で、この時、まあ、これは私がやってたやつですけど、1レーンで750ベースぐらい読めて、
で、これが48であるんだけど GATC になってるから、12個分でだいたい9000塩基ぐらい読めてたんですね。で、先ほどちょっと話したミレニアムプロジェクトとかでやってたのはこのキャピラリ式で、まあ、ガラス管がこうあってですね、同じように電圧かけてピーってヒークのをレーザー当てて読んでいくんですけど、でそうするとこういう波形が出て、まあ、その反応でもって、遺伝子配列を決めていくのですが、これだとだいたい500ベースぐらいで96に読めるから、まあ、48キロ、4万8000ベースぐらい読めますと、まあ、これよりは、4、5倍いいですねという感じになってます。で、じゃあ今度 NGS 何かっていう と、これだとちょっと分かりにくいと思うんですけど、まあ、ガラスの板がありますと。でガラスの板に読みたい DNA の断片がこう植わってます。で1塩基ずつ、まあ、伸ばしていく反応します。でそうすると、まあ、A とか G、T とか C とか G とかなんですけど、それに従ってまあ光ると。でその光ったやつを上からパシャッと取ります。で1枚ずつ取ってたのがこの数で 1,2,3,4 ってなってます。で1塩基伸ばしてパシャ、1塩基伸ばしてパシャってやっていくと、同じ点をずっと見ていると光り方が違うので、その光り方で G とか A とか T とか C とかをまあ分かると。で、一個一個終わってる塩基については、まあ例えば300とか、まあ昔は30とかだったんです、35かな、35ぐらいだったんですけど、その終わってる本数がむちゃくちゃ多い、むちゃくちゃ多いっていうのは、ここだと2500万かな、2500万って書いてますけど、むちゃくちゃ多いので、まあ、これが並列の由来ですね。で全体として15ギガベースっていうものすごいたくさんの、シーケンスを決められますよっていうことになっています。まあ、ちょっと今原理を話したんですけど、いろんな原理があって、なんか基板に穴が開いててその中で反応させるやつとか、こういうガラスの板の上で伸ばしていって反応させるやつとか、そのディテクトの仕方も光だったり電気だったりいろいろやり方があるんですけど、まあ、大体その、ベースというのはこういう感じで、で、この技術にが新しいので、まあ、ニュージェネレーションとかネクストジェネレーションというふうな言い方をしているわけですね。で、NGS っていうのは、遺伝、まあ、塩基配列です。塩基配列を決めるっていう、まあ、決定するっていうのができる機械なので、目的がいろいろ使えます。まあ、簡単に言うと、いくつかあって、ゲノムを決めるとか、遺伝子発現を決めるとか、スニップを解析するとか、メタゲノムとか、まあ、いろいろこう、用途があります。で、それに従って、必要なデータ量っていうのが違ってきます。まあ、例えば、同じゲノムを決めるでも微生物だったら小さいから、その必要なシーケンスの量がまあ小さくて済むんだけど、まあ、脊椎動物とかもっと例えば人のリシーケンシングとかするっていう場合は、まあ、人の塩基配列も3ギガ分、あるので、その分の、さらにこう厚みを増さなきゃいけないので、例えばここに90から150ギガ、ギガベースかなって書いてあるんですけど、まあ、このくらい必要ですよっていうことで、まあ、まあ、ここにこういろいろ用途があって、必要なデータ量というか、読み量っていうのが、まあ、ここに書いてあるようなのが、昔その細胞工学の別冊で次世代シーケンサー目的別アドバンスメソッドっていうのが出てたんですけど、そこからちょっと借りてきた資料ですけど、まあ、とりあえずそのいろいろ目的があって、その目的によって、必要なデータ量が違いますよっていうのが、まあ、この表になっています。で、データ量が違うと今度はその機械、使う機械っていうのが変わってきて、こっちの X 軸がリード長ですね、1本 の、 その DNA の長さで、こっちの縦の方がリード数で並列度ですね。で、いろんな機械をプロットをしてます。で、例えば微生物を読みたいという時はこのイルミナのマイセックぐらいで、こういうリード数も短めでいいし、こっちか、リード長も短めでいいし、リード数もちょっと少なめでいいので、まあ、要するに出てくるデータ量が少なくて済むんですけど、まあ、例えば遺伝子発現とかゲノム読むってなるとこっちの
ニード数が多いやつで必要なデータ量が増えてくるというような格好になっています。でよく使われるのが、昔はこのイルミナハイセックの2000とか2500っていうのがあったんですけど、最近はもうこのハイセックもオワコンっていうんですか、そろそろイルミナでもサポートが終了になっちゃって、ハイセックでも例えば4000とかあったりとか、あとは新しい機械でノバセックっていうのが出ていて、最近はこっちの方が、推しのようです。で、読むのも外注が効いて、まあ、例えば北海道システムとか、まあ、なんかいくつかあるんですけど、そっちの方でももうハイセック2000とか2500終わっちゃうんで、ノバセックを安くしときますよっていうのをなんかこの前展示会で言われたりしました。で、こっちの方はですね、リード長がだいたい例えばハイセックだと300ベースぐらいなんですけど、並列度がすごい高くてデータがたくさん出るタイプ で今度ちょっと逆でこっちの、パックバイオとか、あとオックスフォードナノポアのミナイオンってあるんですけど、ミナイオンっていうのはあと USB スティックみたいなのちょっと化け物みたいなのが、あ、ちょうどここにポケット Wi-Fi ありますけど、こんなポケット Wi-Fi のちょっと分厚くしたようなのがこのミナイオンですけど、これはリード長が長くて、例えばパックバイオだと8000ベースぐらい読めるんだけど、並列度は少ないっていうようなものになっています。で、最近はですね、もともとそのハイセックでがいいですよねって言ってみんなハイセックで読んでたんですけど、ハイセックって300ベースなので、NGS のデータ解析って簡単に言うとジグソーパズルなんですよ。で、それをまあつないでいくわけですね。配列の端っこ同士でなんか似てるなとか、あとそのゲノムの配列のここにあるなって言ってつないでいくんですけど、300ベースだと短すぎて、ジグソーパズルがすごく難しいっていう場合があるので、こっちのパックバイオでも読んで、例えば8000ベースぐらいのに対して、8000ベースに対して例えばイルミナをマップするとか、あとは繰り返しのリピート配列とかがあるんですけど、それだとこのハイセックの300だとまたげないので、このパックバイオでつないだやつをパックバイオのデータで保管してさらに長くするというような、このパック とイルミナとをこう組み合わせて解析するっていうのが大体主流になってきています。で、今日はデータベースの話も、先頭以下のでデータベースの話もするんですけど、私が学生の頃の2台よく使うデータベースがこのパブメドってやつとブラストっていうものでした。で、まあ、ご存知のようにパブメドっていうのは文献が載っていて、で、ブラストっていうのは遺伝子配列のデータベースに対して、まあ、検索して類似したのはないかなということなのですけど、ブラストから先に言うと、まあ、例えば私はさ、学生時代ウナギの遺伝子配列をクローニングしてたんですけど、そうするとクローニングしたデータをこのさっき言った、NCBI とかのジェンバンクとか、ヨーロッパのエンブルとか DDBJ に登録をしまして、でそれに対して検索するのがブラストですね。で、じゃあ今度論文の方は論文出す と、NCBI、まあ、本当はその上の図書館組織だけどのところのメドラインというデータに入りまして、でそれを検索するのがパブメドとか、PMC パブメドセントラルっていうものになってます。で、今回のその NGS データも同様にこの、NCBI と EBI と DDBJ で集めてまして、で、集めたデータがこの SRA、 これですね、シーケンスリードアーカイブっていうデータベースに入ります。でこれに対して、まあ、検索するものが、ついているという格好になっています。ちょっとまとめると、これ先ほど出した図なんですけど、アメリカの NCBI とヨーロッパの EBI と DDBJ で、データを集めています。で、この3つは、INSDC っていうコラボ、インターナショナルヌクレオタイドシーケンスだっけ、まあ、ちょっと忘れましたけど、こういう組織コラボレーション の組織体があって、でこれに属しているので、例えば NCBI に登録されたデータは DDBJ で検索できるとかいうふうに、お互いデータの交換を
し合っている格好になっています。で、まあ、僕らはここにいて、こっち集める人、こっち使う人、使ってもらう検索エンジン作る人みたいな、住み分けになっているわけですけど、まあ、とりあえずこの3つで大体集めていて、シーケンスリードアーカイブっていうデータベースをまあ運用しているという格好になっています。で、これは、あ、はいはい、一応新しいのに書き換えてるような、はい、これ登録された実際に NGS データの伸びを表しているもので、こっちが年ですね。でこっちが、延期数の、しかもログを取ったもので、だからこっからこっち行くと10倍になってるわけですね。で、まあ、ログスケールで測らないといけないぐらいもう伸びがすごいことになっていて、で実際のデータというのはここに、書いてあるんですけど、ちょっと見にくいな、キロ、メガ、ギガ、テラ、ペタ、ちょっとにわかには測れないぐらいの、ここに21で0が12個、1、2、3、15個つくような、まあ、すごいたくさんの、データが入ってます。で、ここに2行書かれているのは、上の方がトータルの演技数 で下がオープンアクセス、誰でも利用可能なものの延期数の数になってます。これでいうと、キロメガギガテラ 8.6 ペタかな、やってるかなっていうぐらい、もうなんか万とか億とかだともう分かんないぐらい のデータ量が、延期数がまあ入っていて、でそれをまあ僕らは利用しようと思えば利用できるようになってるわけですね。で、このトータルとオープンアクセスの差分のところは、コントロールドアクセスっていう、まあ、例えば人の個人データと紐付けられたようなデータになってまして、で、日本でもそういうデータベースがあって、このジャパンジェノタイプフェノタイプアーカイブで、JGA って言いますけど、まあ、こういうところで、集められています。で、まあ、ここは病院なので実際にこういうデータが出てきそうなのですけれども、受付は今日のこの主催の NBDC の方で、こういうページがありまして、まあ、ここでいろいろ書かれていて、まあ、ここを窓口に、実際のデータを登録する形になっています。で登録すると、メンテナンスだけ、まあ、DDBJ に入ってるんですけど、同じような仕組みでこの JGA に入っていて、で実際に使いたいときはこの JGA を調べて、どんなデータがあるなっていうので、ちょっと使いたいのでよろしくお願いしますって申請をして通ると使えるというような形になってます。じゃあ今度検索の話をします。で、さっき言ったように、NGS のデータはアメリカとヨーロッパと日本に入っているので、おのおのアメリカとヨーロッパと日本で検索のインターフェースがあります。で、今日はチラ見せだけなんですけど、これがまあアメリカの方のインターフェースです。なんか書いてあるなって感じですよね。でヨーロッパの方がまあこんな感じで、で、日本だとこんな感じです。さあ皆さんどれを使いますかみたいな感じなんですけど、個人的にはアメリカはちょっとごちゃごちゃっとしているので非常に使いにくい。なんで使いにくいかっていうのはちょっとこの後若干話をしますけど、で、まあ日本人なのでってのもあるんですけど、使いやすいのは DDBJ のこの、これなんかちょっとデータが少なそうに見えますけど、探してくるのはこの DDBJ が割と洗練されてます。で、これだとちょっと情報足りないなとか深く使いたいというときは、ここで出てきた番号を控えておいて、こっちのヨーロッパの方で調べると、まあ、こっちの方が例えば表形式になって見通しが良かったら、こっちの EBI の方で、アクセッション番号を投げるとこの画面が出ますので、ここから、いろいろ眺めるなり、まあ、印刷してノートに貼るなりするとちょっと便利な格好になっています。今ちょっとだけチラ見せしますけども、
どうしようかな。まあ、一応がんセンターなのでキャンサーとかでとりあえず引きますけど、これ今アメリカの方の、データベースを検索するっていうのをやってます。でそうするとなんかこう同じようなタイトルのがごちゃごちゃっとずっと並んでましてですね、まあキャンサーなんで非常に一般的な語を引いてしまったので20万近くデータがあってですね、どれを眺めていいのか全くわからないみたいな、格好になっているのですが、一応こうやって喋ってる、よく理解してるだろう私がちょこちょこっとやるとなんとなくこの辺りぐらいまではたどり着けて、まあ、例えばこういう、人のエンコードのエピゲノミックデータで、みたいなことが書いてあって、実際のデータ量がこんぐらいですよとかになるんだけど、これはどっからダウンロードするんだったっけってまた戻ったりとかして結構使いにくい印象です。ここにデータがあるんですけど、じゃあ今度は EBI の方のサイトに行きまして EBI、 ヨーロッパの方は結果はすごく見やすいんだけど検索するのは大変なんですよ。まずこのアドバンストサーチにして、スタディ、シーケンスかな、こっちかな、スタディかな、スタディにして、でここでキーワード入れたいけど入んないなとかなって、でもまあこうやっていろいろ、例えばどういうのがいいかな、ここに入れた方がいいのかなとか、こう これでこうやって動くのかしらみたいな、あ、ないとか言ってるし、いやちょっと困ったなみたいな感じの検索なのですけど、ちょっと今ズルして、間違えちゃった、なんで寝てんだ、まあ、いやちょっとごまかしますけど、検索するとこんな格好で、結果出まして、で、例えば人で、イルミナのシーケンサーを使ってとかいうのが出ます。で、ダウンロードしたい時はここにダウンロードするリンクがあります。で今ここでいろいろ番号があって、でこれが生物種とかシーケンサーの名前とか出てるんですけど、他にこのセレクトカラムスっていうのをやるといろいろこの出せる情報っていうのが選べるようになってます。よ、じゃあ今度日本の DDBJ なんですけど、よ、DRA サーチ、キーワードにキャンサーと入れてやると今1万8000ぐらいずらずらっと出るんですけど、ここは何も考えずにスタディっていうのをクリックすると
こういう感じで出まして、これ右側があるのかな。じゃあ人でっていうふうにこう調べ、絞り込むと、このスタディタイトルっていうところに、例えばコンプリヘンシブアナリシスオブキャンサーストローマルインタラクトームみたいな感じでこうタイトルが書いてあるので、この辺を見ながら、例えばこれでいいか、ピッてやると、ちょっと遅いのでこれもごまかしますけど、こんな感じで返ってきて、今ちょっとこれ、情報があまりない例ですけど、タイトルがあって、この場合だったら遺伝子発現を調べてますよということで、で、リッチな場合はこのアブストラクトとかディスクリプションのところにいろいろ、これはこういう情報で、こういう目的とかこういう内容でもって実験したデータですよっていうのが、ここに書かれてます。で、ダウンロードしたい時は右側にこうカラムがあって、ここにファスト Q っていうのと SRA っていうのがあって、ここをピッとすると自分のパソコンにデータが落とせるようになってます。で、これは DDBJ の方の、ページなんですけど、今僕らの DBCLS と一緒にこの DDBJ のサイトのリニューアル作業をしていて、今、作りかけなのがこんな感じなんですけど、キーワードとか、番号とか、あと今このアドバンスドサーチっていうのをやると、すればいいんだな。タイトルとか、プラットフォーム、例えばイルミナのシーケンサーハイセック2000とかやってピッてやると、検索が行くようになってます。今動くかな。ちょっとネットワークが細いので多分動かないのですが、検索すると、これ詳細画面だな。中まで入ると、タイトル、こういうタイトルで、どこから出したとか、こういうところにどんな実験ですよっていうのがいろいろ書かれているような、サマリーのページが出るようになってまして、で、今これを鋭意作成中みたいな、格好です。検索の話を今ちょこちょこっとしたんですけど、多分なんかよくわかんないなみたいな、途中からどんどんわかんないなみたいなことかと思うんですけど、なんでわかんないかっていうと、まずこのデータの、特にそのアメリカの NCBI がなんで使いにくいかっていうのはここにあるんですけど、データの構造がちょっと複雑なんですね。このスタディとかエクスペリメントとか、なんかいくつかカテゴリー分けされていて、NCBI の場合はこれが一緒くたに出るんですよ。で、さっき DDBJ の方でとりあえず検索した後スタディポチッとしましょうって言ったのは、このなんかいろいろデータのタイプがあるんだけど、とりあえずこっちのスタディだけに絞り込みますっていう操作をしているんですけど、これ何かというと、例えば100人の人の遺伝子発現を見ましょうって言った時に、このスタディっていうのを100人遺伝子発現見ますプロジェクトっていうプロジェクトの内容がここに入ります。で、100人読みますだったら100人分の実験をするので、そうするとここがエクスペリメントが100個入るわけですね。で、ここでどんなシーケンサーを使ったとか、どういうライブラリの調整をしたっていうのがここに入ります。だから、同じプロジェクトの下で100個同じような、例えば、人が違うのがずらーっとエクスペリメントが100個並んでも、それは見てもしょうがなくて、どっちかというとその100人読みますプロジェクトっていうのを大体ユーザーっていうのは知りたいので、なので、このスタディで絞り込みましょうっていうことをしてます。で、100人分実験すると100個エクスペリメントができて、で、その100人分のサンプル情報、例えば人で、男性ですか女性ですかとか、年齢がどんぐらいでしょうとか、どっかの臓器を取ったんだったら、例えば、胃のサンプルですよとか肺のサンプルですよみたいなのがこのサンプルっていうところに入ると。
で、実際のデータもなんかゴニョゴニョっとしたところで、まあ、ひも付いていて、でそれ全体に対して1個登録になってますよみたいな、格好になってます。で遺伝子発現の場合はさらに事態がややこしくてですね、次世代シーケンサーのデータベース SRA っていうのと遺伝子発現のデータベース、これはマイクロアレイとかも入ってるんですけど、ジーンエクスプレッションユニバースゲオっていうのが NCBA でやってまして、で、NGS で読んだ遺伝子発現のデータはどこに入りますかっていうと両方に入ります。だから SRA とゲオと本当は両方を検索してその情報を足し合わせて頭の中でマージして見ないといけないんですけど、めんどくさいですよね。でめんどくさいので、それをまあ束ねるっていう作業をまあ僕らが、まあ、データベースをその使ってもらう立場としていろいろまあゴニョゴニョしているというところなんです。で一応その集める DDBJ とか NCBI もそういうことは理解しているので、そいつらを束ねるプロジェクトのデータベースとかサンプルのデータベースを作っていて、まあ、例えばサンプル情報はリンクだけ貼って実際はバイオサンプルに入るみたいなやり方をしているのですが、頭の中でこの図ができていてこのサンプルが外出しされてるなっていうのが分かってるとなんとなく理解できるんだけど、普通の人がただこうやってきてさあ検索するぞピッてやるとなんかいつの間にか違うデータベース行っちゃったけど自分大丈夫なんだろうかとか、なんか自分は今どこにいるんだろうかっていうのはこうやってなんか別のデータベースができてしまうとさらに行方不明度が増してしまうというのでちょっと複雑になっています。で、まあ、こうやって辛いんですけど、なんで辛いかっていうのをちょっとまとめたのがこれなんですけど、まずはその目的が、今言ったのここですね、データベースの構造が辛い。であと、ちょっと前に言ったんですけど目的が多種多様なので辛い。まあ、例えば微生物のゲノムを決めますっていうプロジェクトは、人のスニップ解析をしたい人にとっては邪魔なんですよ。出なくていいので、まあ、例えばゲノム読みたいですだけ見たい、発現解析だけ見たいっていうふうに切り分けると、ちょっとは減ってスッキリ度が増します。でそれも今やろうとしているところです。であとは、まあ、当たり前なんですけど今特にその NGS ですぐ配列読めるようになっちゃったので、人とかマウスとかだけでなくて、まあ、例えば私は昆虫が好きですけど虫のゲノムとかが農学分野ではいろいろ決められたりとかしているので、どん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 この対象生物が多種多様になっているので、そういうのところでも今絞り込めるように、しているところです。でちょっと飛ばすんですけど、でこれっていうのは、まあ、例えばこういうシチュエーションと同じなんですけど、なんか、まあ、例えばこう喋って、私も喉が枯れちゃうので夜になったら、まあ、私はあまりワイン飲まないけどこうちょっと一杯引っ掛けて帰ろうかなとか言って店に行くわけですよ。そうすると実はそこはワインの店でワインありますけどどうしますかって聞かれた時に、私あまりワイン詳しくないんでどうしようかなと思いながら、うん、どうしようかなみたいな時と、まあ、ちょっとシチュエーションが似てて、で、まあ、ワインだったら例えば、まあ、こういう名前の赤ワインでどこかの例えば山梨のワインですよとか、でブドウの品種がピノノワールとベリエですよとかいつできたよとかいうことがあるので、まあ、例えば国産のワインがいいなとかフランスのがいいなとか言うと、まあ、多分店の人がよろしくやってくれるでしょうと。で、もっとざっくりの時は赤で重くないやつみたいな感じで言うとさらに、店の人が考えてくれて、まあ、持ってきてくれたりするわけですけど、こういうなんかよくわからないというか、なんかいろいろ中には情報が詰まっているのですが、いろいろ選択肢がある時にどれを選ぶかっていうのは、まあこういう付随情報で選ぶかこの中のまあなんかクオリティで選ぶかみたいなのとまあ同じようなことをやっているという感じで思っていただければと思います。でちょっと話戻りまして、時間がだいぶ長くなってきた、ちょっと飛ばし気味でいきますけど、今言ったようにいろいろNGS で使われるので、これが今トータルですね。これちょっと古いデータなんですけど、これがアザー、まあ、その他のデータですけど、大体このゲノム読む発現解析メタゲノムっていう順番で多くなってます。で、これもちょっと去年ぐらいかなのデータなんですけど、ダントツにこのハイセック2000っていうのが、まあ、今まで使われて
いたんですけど、だん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 他のやつが、上がってきているところです。特にその今 MySeq とか、まあ、これはちょっとあの読めるデータが量が少ないですけど、 MySeq とかどん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 増えている、まあ、そのシーケンサーの栄光整数がこの辺で、分かるようになっています。で、まあこれはちょっとあの若干目の余談なんですけど、まあ、皆さんその、まあ、僕らもそうですけど NGS やったら当然論文を書くわけで、そうするとこういうあの論文情報っていうのが大体ついてきます。でそうすると、まあ、第一義的には昔って NGS のデータってなんかこういいやつも悪いやつも特にクオリティが低いものも登録されていたので、クオリティの担保のためにこういう文献情報をつけていたんですけど、まあ、最近だったらこの実際にこういう文献があってそれの中のデータはこいつですよっていうふうに紐づけることによって、まあ、文献からとかもしくは逆にデータの方から、まあ、こんな解析がされてるんだなっていうのが分かるみたいな格好になってるんですけど、まあ、こういう論文と実際のデータを紐づけたものっていうのも、僕らが今 やろうとしているところです。逆に皆さんがですねあの NGS 使って論文を書くときっていうのは今言ったその DDBJ とかに登録をしてください、してくださいっていうか、雑誌のリクワイアメントでこういう登録して番号をもらってくださいっていうのが入っている場合が多々あります。で番号をもらうのっていうのは1日2日じゃできないんですよ。でこのあと時間があれば登録の話まで行くんですけど、なかなか登録も大変だし、あと DDBJ の人もチェックするのでちょっと余裕を持ってですね先に DDBJ にデータを登録したいんだけどって相談をして、でまずこの番号をもらって、で実際にこういう、まあ、論文を書くみたいな、ことを、まあ、お願いしたいと思います。で、あとはですねデータベースからなんか面白げなデータだけ持ってきて自分のを足し合わせて比較して、論文にまとめるっていうのも今はありなんですよね。でそうしたらこのデータを使いましたよって書いておくと、まあ、実際にその出してくれた人に対してリスペクトになるので、まあ、使ったデータもここにですね明記していただけたらというふうに思います。であとは病気からの検索も今ちょっとやろうとしているところですけど、ちょっと今この機能が消えているのであまり宣伝はできないのですがやりかけてはいます。でちょっと飛ばして、で残りのちょっと短いんですけど時間で、データ解析の話をしますが、ちょっと前に言ったように NGS 解析の、まあ、データ解析ってジグソーパズルを解くみたいな、まあ、感じになってます。で、まあ、目的が例えばゲノム読むとか発現解析とかスニップ検出とかいろいろあるんですけど、まずは、まあ、自分でやるかデータベースから探してきてダウンロードしてきてクオリティチェックします。PCR と一緒で長くなると後ろの方へたれるんですね。なのでそういうへたれるところを切るっていう作業をします。でその後、まあ、2つに分かれて、例えば遺伝子発現の場合は特に人とかだとゲノムが分かってたりするので、まあ、下絵ありの要するにその見本があるジグソーパズルですね、こうピースを見てこの絵はこの辺かなっていうのを見るっていうのと一緒で、ゲノムの配列があってゲノムの中でこの辺かなっていうのを見てその配列の上にこのピースを落とし込んでいくっていう作業がこっちのマッピングって作業です。でこのデノバアッセンブルっていうのは下絵なしでピースの、まあ、形だけでこの形合うかなって言ってピッてやるのがこのデノバアッセンブルです。で、まあ、NGS の場合はこの ATGC の並びがあるので端っこのその ATGC の並びが同士が合うかなって言ってピッてするわけですね。で、ゲノムが分かったようなやつだったらこのデノボでつなぐで、ゲノムが分かっているとだいたいマッピングっていうふうな、まあ、ノリになっています。で、例えば発現量解析だったらマッピングした後ここの高さを測るみたいな感じですね。で、スニップ検出の場合はこのマッピングの作業をさらに細かく、とりあえずあらあらでマッピングした後精度を上げてちょっとマッピングしてあげて、で実際どこがスニープかっていう検出をするっていうような流れになっています。で、
同じような図なんですけど、実際に使うツールっていうのがいろいろあります。で、まあ、例えばクオリティチェックだとファスト QC とか、まあ、マッピングもいくつかあって、普通はゲノムにやるやつは、前だとトップハットとカフリンクスとかいうツールがあったんですけど、最近はもうそれ使いません。で、最近のツールはハイサット2っていうのと、このストリングタイっていうのが、割と流行りというか使いましょうっていうことになっています。で、あとは、前はこのゲノムに貼るっていうのが主流だったんですけど、ゲノムだとイントロンとエクソンがあるので、もうイントロンのとこなんかいらないじゃないですか。だから CDNA のセットを持っておいて、そいつにマッピングするっていうやり方も今はあります。で、そういうのはカリストとかサーモンっていうツールがあります。まあ、とりあえずこういうものでもってマッピングをして、で、この高さを測る発現量解析っていうのを、まあ、やるわけですね。で、やるんですけど、じゃあサウシに戻るとこの辺ですけど、じゃあ実際にどういうデータになってるのかっていうと、NGS のデータっていうのは一番最初はこの FASTQ フォーマットっていうフォーマットにで書かれています。で、4行1組です。で、1行目がタイトルですね。このアットマークから始まって、まあ、なんかいろいろ書いてますけど、この場合はアットマークの後ろに ID が書いてあって、まあ、この辺にちょっと謎の ID がありますけど、まあ、自分でいろいろこう書いても大丈夫です。で、2行目は普通は ATGC とあと N ぐらいしか出てきません。実際に、シーケンサーで読まれた配列になってます。で、3行目は、まあ、とりあえずプラスって書いてあって、あとはもう 何でもいいんです。使わないです、基本的には。で、4番目はシーケンスクオリティで、なんかここに謎の文字がありますが、この、2行目の GATC の並びと同じ文字列分だけこう書いてます。なので、例えば頭がこう今 C になってますけど、これは2行目の G って読んだ時のクオリティが C ぐらいでしたよっていう、まあ、ここ暗号で書かれてるわけですね。で、基本的にはこういう A とか B とか C とか数字が書かれてるものっていうのはクオリティがいいやつです。で、なんか謎の記号とか出てくると、それはシーケンスクオリティが悪いと思ってください。今日ちょっと準備するの忘れたんですけど、これだとちょっと分かりにくいので、顔文字ありますよね。顔文字のニコニコしてるやつから、こうなんだろう、悲しいなみたいなのまで、でこのクオリティを表すっていうなんかツールもあるので、ちょっとこれだと分かりにくいんですけど、それを通すと、例えばこの辺がすごいニコニコしてて、だん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 こう悲しい顔になっていくみたいな、まあ、データになってると思ってください。で、ちなみにですね、遺伝子配列はちょっと名前が似てるファストフォーマットって言ってタイトルがあって、あとはシーケンスが書いてあるんですけど、ファスト Q の方はここにクオリティが書いてあるっていう意味でファスト Q っていうようなネーミングになっています。で、これに対して、あんまり時間がないからもうできないんだけど、いろんなその、まあ、例えば、トリミングだったりマッピングしたりっていうツールがあります。本当は何万円とか買うとするソフトもあって、それにパッて投げられるんですけど、特にその理学系の人ってお金がないので、こういう、まあ、私持ってるのはこういう Mac のノートですけど、そこに環境を構築して、でこういうなんかいろんな呪文をですね唱えることで、実際のデータの解析みたいなのを行っています。まあ、一番簡単なのはこれが FASTQC っていう、これクオリティチェックのやつですけど、 FASTQC っていうプログラムがあって、まあ、これちょっとおまじないして、で、これに対してクオリティチェックをしなさいよっていう呪文をですね書くわけですね。ちょっと時間ないんですけど、Mac の場合だとこういうターミナルっていうのがあるので、これ入ってたかな、まあ、例えばファスト QC のなんとかかんとかってこういうふうに、これターミナルっていう、まあ、特にプログラミングやるときのやつなんですけど、
今これ Java 側走ってしまうかな。ちょっと時間ないや。まあなんかこういうところでですね、今の、こういうようなおまじないを打ち込むと、まあいろいろ解析ができるようになっています。それの詳しい話はあと4分しかないけども、最後にちょこっとだけ言います。で、結果としては例えばこうやって、後でへたれく、後ろの方だとへたれるなっていうのが、まあ、ちょっとビジュアライズされるようなのが出るわけですね。で、ちょっと飛ばしまして、で、マッピングすると SAM とか BAM っていうファイルが出ます。でこれは、各リードがマップされた情報っていうのが1行に載っていて、どこの染色体の 何塩基目で向きがどっちみたいなのがここに、載るっていうシーケンスアライメントマップフォーマット SAM っていうような形式でだーっと書かれます。でこれを例えば IGV っていうソフトがあるんですけど、入れるとこれゲノムがあって、ここにマップされたよっていうのがちょっとグレーのボックスで、ビジュアライズできるような仕組みになってます。で今度スニップ解析なんですけど、これはバリアントコールフォーマットって言って、何番染色、何番染色体のどの場所で、何がどうなってたかっていう、もともとリファレンスでは T だったのが C になってましたよっていうのがこう載ってるわけですね。で、それが公共データベースの DB スニップとかに載ってると、ここに変異の ID が出るというような形式で保存がされます。で、これは特に遺伝子発現解析かなとかでやるんですけど、ちょっと戻って、まあデータを落としてくるなり自分でやるなりしてマッピングすると、ゲノムに対して、まあ、もしくは CDNA に対してこの辺が多かった少なかったっていうふうな、データが出るので、さっき午前中にうちの小野が喋ってたみたいに、こうこの実験で発現が上がった遺伝子リストみたいなのが取れて、でそれを例えばエンリチメント解析するみたいなことが可能です。でそのためには一回遺伝子の名前とかに変えなきゃいけないんですけど、それがこの辺で、まあ、毎度おなじみブラストで、自分のリードの配列からデータベース中の遺伝子の配列に直して、まあ、簡単に言うと機能アノテーションですね、どの遺伝子に対応してたよっていうようなのが、こういう呪文を唱えるとできるようになります。で、あとは、基地の遺伝子じゃない場合はハマーっていうので、まあ、どういうドメインが含まれているか、まあ、例えば私が学生時代やってたやつだと硫酸トランスポーターのそのドメインがありますよないですよっていうのが、まあ、こういうハマーっていうので、検索ができるようになっていて、それはこのトリノテートって、もともとそのジグソーパズルするソフトでトリニティってあるんですけど、トリニティのそのアノテーションする下流の流れっていうのはこのトリノテートっていうところでまとめられているので、まあここを見ると大体分かるようになっています。ということで時間なのですが、このチップアトラスはさっきちょっと話しましたよね。あとメタジェノムはマイクローブ DB っていうのがあるので、これを使うと便利になってます。その登録の話があった、登録はですね、まあ、簡単に言うと DD ビジネスにご相談くださいっていうのが、まあ、ざっくりなんですけど、ここにいろいろ書いてます。でさっきのこれに従って、どんな目的で NGS をしましたとか、あとどんなシーケンスを使いましたとか、サンプルは例えば人でどの臓器でっていうのをこう Excel であるので、こう埋めていって DDBGA の人と相談すると登録がなされるようになっています。で、まあそろそろ、まあ、ここは病院だからないのかな、大学とかに行くと
1月2月にですね卒業がかかっているので1日2日で登録お願いしますとかいうのが毎年あるらしいんですけど、そういうのを 何人も DDBJ の人はこう受け止めきれないので、まあ、登録はお早めにっていう感じになっていますね、はい。で特に最後の方は非常に飛ばし気味になってしまったのですが特にその解析とか、どうやって NGS やったらいいんだという初学者向けにいくつか本があります。まずはこの実験やる人向けに、次世代シーケンサー解析スタンダードっていう本が。この本です。ちょっと分厚いです。5500円。これは2014年に出たのでだんだん古くなりつつあるんですけど、実際のそのライブラリ調整の仕方も、例えばどういう反応させますよみたいなのが載っています。で、後半私が、ま、もう非常に飛ばしてしまった、まあ、データ解析の話はこのドライ解析教本っていうのがあります。これも若干分厚いですが、5400円。私がかなり飛ばしたどういう呪文をかければいいのかっていうのが事細かに載っています。遺伝子発現解析とかスニップ解析とか、まあ、いろいろ、はい、載っています。ただ注意点がありまして、ここでいろいろツールをご紹介してるのですけど、このサムツールズとか BWA とかはいいんですけど、このゲノムにマップするハイサットツールとかストリングタイっていうのはこれ載ってません。載ってませんっていうのは当時っていうのはこれ出たのが、3年ぐらい前かななんですけど、は、トップハットとかカフリンクスっていうのを使っていたのでその例が載っています。なので、そこは雰囲気だけ掴んで、今ネットに情報が落ちているので、基本的にはこれを見ながら現状を追いつくという作業が、必要です。で、あと一つ言いたいことは、この本が非常に画期的なのは、普通は、まあ、例えばこうやって喋る人が書くわけですよ。でそうするとそいつができるのは当たり前なんですよ。でその時に例えばラボのボスとかそこの学生さんとか、全然解析やったこともないみたいな人にちょっとお前やってみろって言ってやらした体験値が後ろにくっついてます。だからここにいろいろ呪文があるんですけど、それに対してなかなか出てこないな、例えば研究者の妻のドライ解析奮闘日記って言って、旦那が、これをやれと言ったで、これを打ってみたけど全くわからないみたいなことがいろいろ載ってます。で、そういう初学者の人が実際にできるところまで、スパルタでやらせてる本なので、ちょっと情報は古いのですが、もうできないとは言わせないみたいな本になっています。であと、解析のそのまずここにドライ解析に至る環境設定とかどういう思想でやるのかっていうのは私の同僚のボーノっていうのがいるんですけど、この生命科学データ解析っていう本が去年に出ました。で最初は歴史が書いてあって、で、この辺のデータベースはこういうのがありますよとか、ここを 見てくださいねとかあって、であとはブラストをかけるときはどうしようとか、そういうことが初心者向きに書いていますので、見てくださいという感じです。であとはまあちょっと載っけてるんですけど、NBDC の方で講習会っていうのを昔やっていて、それも今日も後ろで撮ってますけど、この東大のアグリバイオでやった NGS の1週間とか10日間ぐらいみっちり仕込むっていうのが YouTube に上がってますので、 YouTube では東合テレビか東合テレビに上がってるので、ここからさらに詳しいことは見られるようになっています。であと解析環境がないっていう時はですねDDBJ に DDBJ リードアノテーションパイプラインってのがありまして、でちょっとツールが古いんですけど、とりあえずここにデータを投げて、遺伝球のスパコンで計算してもらうっていうこともできます。ということでちょっと過ぎちゃったんですけど、
最後かなり駆け足だったので、後で、ご質問などあれば来ていただければと思います。はい、以上になります。ありがとうございました。